142キロありがとうございました。そして西川選手にも大きな拍手をお願いいたします。ストライク投げて投げてくださいよ。でリベンジじゃあお願いしますって言ったらぜひ。西川春樹選手は最初僕と会った時にそのいていいんですよねって言われたんですよね。打つつもり満々だったらしくて、だから振らなかったっていうところがあるのかな西川選手。そうですね。ティモンディのベースボール TV。 おはようございます。おはようございます。どうですか体調。体調もバッチリですよ。バッチリ、はい、肩も整ってます。はい、おはようございます。ちょうどいいところに。どうですか体調。まあ僕は別にあれ僕がいいところです。いや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 ね、前田も体調良くないと出ないですか。何時に寝たけど昨日、うん、4時。今8時過ぎだけど4時。何してたんですか。まあいろいろやることあります。やることあって、うわ、じゃあ早速札幌ドーム行きましょうか。行きましょう。はい、来ました。すごいですね形。迫力がありますね。また東京ドームとは違う形です。そうですね。あれあれなんだろう、あの展望台があるんだ。あそこが試合見れる。あそこが試合見れないけど、いやし、まあ、どう札幌が一望できるって感じかな。どう考えてもフィールド見れないでしょあれ。コロナ対策。これ多分ドームあれですね。雪あれだったらここら辺。なるほど。うわ。おお、どうした。除雪しないと車、うん、止めない。まあまあ積もればね。面白い。ちゃんとナンバープレートまでついてる。本当にフェイスできるだけです。うわ、先発ピッチャーみたいな顔してますか。え、いや気持ちはねやっぱり流れをこう皆さんにね選手の方につけていくぞっていう。今日予告先発日本ハムの上沢投手、高校時代練習試合したことがある選手が先発投手でちょっとご縁感じますよね。番組でもご一緒しました。その時多分収録終わりかなんかに話してたと思うんだけど、どういう話してた。上沢投手にその済美高校どんなことしてたか覚えてましたって言ったら、あの電球柱に向かってずっと挨拶してたっていうのを、うん、僕らがそういうの見てたっていうのを覚えてました。オギリデュース、オギリデュース、オギリデュース。まあ、一例ですけど、僕らからしたらこの以上のピッチファーストピッチ投げるからやってるわけじゃなくて、日常でやってる動きではあるの。確かに怖いですよね。よう見るわ、スタジオの前とかで全然やってるもん。癖ですか。ルーティンの一つ。晴れ晴れティモンディです。まあ、相変わらずの天気ですよね。おー、いや、いいじゃないですか。いろんな天気を味わって。そうですよ、もうスターですからね。お似合いですね、高木さん。いやいや、もう作りがいい。これ誰が来てもかっこよく着こなせるようになる。80番。はい、栗山監督ですね。栗山監督だから80番。そうですね。2人で並んだらダブル栗山になる。違う違う、ダブル栗山ですっていうやつじゃないでしょ。80です。ちょっとなら後ろ向いて並んでみて。ダブル栗山です。高岸、これでなんていう頃で。はい、晴れ晴れですね。なるほど、晴れ晴れというもの。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとう。150キロ選んでください。ありがとう。信じる、待ってください。
はい、応援してるぞ。僕こそありがとうございます。ティモンディの高岸博之さん。二人とも頑張ってください。こんにちは。こんにちは。改めましてティモンディの二人です。よろしくお願いします。ティモンディの前田と高岸です。お願いします。ファイターズの西川選手と高校時代対戦したことがあるんです。そうなんです。智弁和歌山時代にもうホームラン打たれまして、凄まじかったです。フルカウントからここもうデッドボール当たるってとこ、まっすぐ投げちゃったんです、はい、で危ない当たると思ったらバラッでホームラン、はい、腰の回転の音聞こえるんです。そしてなんと今日は特別に西川選手が打席に立ってくれるということで、西川選手お願いいたします。立っていただけるんですか。お、ヘルメットかぶって登場されました。お久しぶりです。さあ、それではお二人マウンド準備していただいて、西川選手は打席の方にお願いいたします。11年ぶりお願いいたします。さあ、それでは時間がありますので皆さん、はい、マウンドの方にお願いします、はい、ではグローブを渡していただいて、さあ今回は特別に西川遥輝選手が打席に立って、そして高岸さんが175キロを目指してファーストピッチを行います。そしてキャッチャーはティモンディの前田さんが務めてくださいます。さあ、それではマウンド、そして西川選手打席に立っていただいて、準備が整い次第行っていきたいと思います。さあ、高岸さん大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。さあ、それでは西川選手打席立っていただきます。さあ、それではファーストピッチを行います。高岸さん、よろしくお願いいたします。142キロ、ありがとうございました。そして西川選手にも大きな拍手をお願いいたします。すいません、お疲れ様でした。どうでしたか。最初朝言ってたように42じゃないですかってぐらいの意思はありましたけど。あれ朝42って言ってたっけ。42じゃないですかって言ってたんですね。すごくないですかこれ。分かりきってますね、僕のことね。おそらく良くて142ぐらいの、良くて142ぐらいの、すごいね、前田のリアル予想、大敵中ですね。すごいわ。高岸が投げ終わって、で3人で集まって喋ってる部分、あれはどういう会話をしてる。ストライク投げてよ、投げてくださいよ、でリベンジ、じゃあお願いしますって言ったら、ぜひ。西川遥輝選手は最初僕と会った時に、そのいていいんですよねって言われたんですけど、打つつもり満々だったらしくて、だから振らなかったっていうところがあるのかな、西川選手。そうですね、普通にボール球はヒットになる確率低いですからね、本当に打ちに勝負しに来た、ね、普通は振るもんね、始球式の時のバッターのことでは。さあ、次は成長のさせれる、より応援のできる投球目指し、球速よりも勝負の方に重きを置いて、もしかしたらツーシームとか覚えてくるかもしれない始球式で、始球式でツーシーム、ツーシーム、ツーシームね、球速もある程度ツーシーム練習するそうね、了解でございます。じゃあ今日は一日
お疲れ様でございました。お疲れ様でした。142キロありがとうございました。そして西川選手にも大きな拍手をお願いいたします。ぜひ高評価とチャンネル登録などよろしくお願いします。みんなならやればできる。